はい、こんばんは、竹下敦です。本日ね、またまたご紹介するのはこちら、おなじみの、オルフェスバレーギターズです。正規で相手はね、黒沢楽器さんですね。この楽器ね、今ね、なかなか手に入らないそうです。売れてるんですね。で、なぜ売れてるかっていうとね、僕なりにちょっといろいろ考えてみたんですけど、まずねすごく真面目に作られてます。この値段でよくここまでちゃんと作ったなっていうような作りになってます。まずねボディのねこういう表面の板、どう見ても綺麗でしょこれまず綺麗じゃないですか。でこうサイドの木目、この木、この質感で、バックね、もうこれですよ。これでそうだな、高校生がちょっとバイトしたら買えるぐらいのお値段です。でね、僕も結構ね、ギター結構傷にしちゃう方なんですよ。結構こう動いたりするんでね、ぶつけちゃいけないとこはぶつけないですけど、こういうとことかはね結構ぶつかっちゃってもしょうがないんですよ。もうギターなんてそんなもんです。でね、よくスペインの、ギターなんかだとここにねトンテ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 ンってこう白いブツ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 ってこう最初から模様が入ってたりするんですよ。でなんでそういう模様が入ってるかっていうと、このギターはね、今見えるかな、ここら辺とかにね傷になってるんですよ。で最初はね多分もっと古いだ1900年初頭ぐらいの時はここ全部面取りしただけでね白いブツブツブツっていうのはなかったと思うんですけど、ぶつけると気になるでしょ。だったら最初からここにダダダダダってこうやっちゃえばいいじゃんっていう、そういう発想から来たと思うんですよ。でこうヘッドって、ここの部分ヘッドって言うんですけど、ヘッドもね、ここのところにこう白い面取りがしてあるんですよ、ここのところ。でここをねぶつけます。ここはもうぶつかってもしょうがないとこで、オルフェスバレーギターズはねここがねすごく綺麗に面取りしてあるんですよ。これはねなかなかあんまりここまでうまく面取りしてるギター工房さんをなんか見たことないですね。でスペインのギターの方が、結構もうちょっとこのところの作りがちょっとごちゃごちゃしててどうせぶつかっちゃってもなんかこう形的に大丈夫でしょみたいな、そういう感じなんですけど、オルフェスバレーギターズはねここのところの作りがね本当に美しい。だからぶつけちゃった時はこうペーパーでこうやすりかけてねちょっと丸めて傷補修してます。でこっち側のね、ボディのサイドの部分も傷になっちゃった時はやっぱりギターさんかわいそうなんでごめんねっていう感じで、軽くペーパー当てて瞬間接着剤を流してもう一回磨いてあげるみたいな、そういう感じでね素材としてねごめんまたぶつけちゃった。このギターがあってだんだんとその傷をねどういう風に見せていくかみたいなね、素材で自分が使っていくうちに、当然変色もしていくし傷の補修もしてって、もうどうしようもなかったらこうね傷をこう入れてデザインしていくか、そういう風にね自分でギターを作っていくっていうと大げさだけど、付き合いながら自分なりのギターに仕上げていくっていうかね、そういうギターだと思います。本当にね、ネックもフレットもね、指板もね、この指板の色もねちょっと独特なんですけど、ちょっと映像だと伝わりにくいかな。真っ黒じゃなくてね、ちょっとね紫色っぽい色が入ってて、汚れてもね、こういうね、こういうクロスで拭くとね、ちゃんと綺麗にね、汚れが落ちるんですよ。でね、真っ黒な指板だと汚れがね分かんないんですよ。でいつの間にかこうベタベタベタになっちゃってて、ネックが反っちゃったりするんですけど、このオールフェイスバレーギターズはね、そこまで真っ黒じゃなくてね、ちょっと茶色っぽいんですよね。使っていくうちにだんだん黒くは当然なっていくんですけど、それもね楽しみのうちっていうかね、自分でどこのフレットをね、どこの指板を使ってるかなとか、そういうのをね目視で確認できるのもねすごくいいと思います。であとこのね、サウンドホールのデザインもねしつこくない。結構ねこのサウンドホールのデザインがごちゃごちゃしてて、どうだデザインしてやったぞみたいなギターが結構あるんですけど、僕はねこのあっさりこんな感じでしょ、丸描いてちょんみたいなこの感じが結構好きです、なんだろう、しつこくない、押しつけがましくない、もう全体的にこうほらぐるぐるぐる見ていいでしょこれね。とにかく真面目に作られてる。ネックもヤマハさんよりはちょっとこう厚みがあるんですよ。で厚みがあって、よく一般的にね薄い方が弾きやすいってされてるんですけど、これは人によって様々かもしれないですけど、僕はあんまり薄いのは弾きやすいと思わないです。なぜかというと、こう押さえた時にね、僕そんなに手大きくないんですよ。多分日本人の平均からしたら小さい方です。薄いとね手が余っちゃう。説明が下手でごめんね。基本的にクラシックギターって親指出さなくて、こういう風に構えるわけです。こうね、親指はこの裏のところから半分から出ないようにこう押さえるわけですよ。こういう風に押さえた時に、薄いと親指がねしっかりこうホールドできないんですよ。力が入れられない。でこれオルフェイスバレーギターズはこうやって持ってもこうやって持てるぐらいにで、こうやってね、こうやって持てないことにはギター弾けないじゃないですか。言ってる感じ伝わるかな。こうやって弾くわけで、ってことはこうやって片手で持ってこうやってできないと弾けないわけですよ。だからこうやってパッて持った時に自分の手と親指とね指の感覚がこういうふうにパパパって、それで決めてますね僕は。薄いと、例えば薄いとじゃあすごいこういう薄いものね、薄いものでこうやってできるかっていうと伝わるかな、指が余っちゃって力が入らないんですよ。ところがこの厚みだと、ごめんね、この厚みだとちょうど指が添えやすい、適度な厚みがあるからね、しっかり感があるんですよ。だからこうやって本当にそんなに軽いギターでもないんですけど、本当にね軽く感じるんですよね、こういうふうに。だからこういうままこういうふうに動かせるわけです。こっち側はもう何もホールドしてないんでね、こうやって弾けると結局こうやって弾いた時にもこう弾けるわけです。伝わるかな、ごめんなさいね話が下手で。だからね僕はオールフェイスバレーギターズがすごく、自分に合ってますし、ヤマハさんの方がちょっとやっぱり薄く作られてるんで、そちらがいいっていう方はそちらをおすすめしますし、スペインのギターはね、正直バラバラなんで、もう店頭でね、まあちょっと手に取らせてもらってね、パッと持った感じで合わなかったらやめた方がいいですね。そこはね、なかなか慣れられるもんじゃないです。もうで、特に長年ギター弾かれてる方だったら、変にポジション変えると、僕らぐらいの年になるとすぐバネ指とか腱鞘になったりするんでね、もうあんまりネックの形状はね、ネックのこの形はね、自分に合ったものを使った方が手も痛まないと思います。そんな感じでね、今回もご紹介したのは、オルフェスバレーギターズ、ブルガリアのギターです。とってもね、丁寧に作られてます。おすすめの一品ですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。おやすみなさい。